事件があったわけ。何事件があったの？あのね、トイレで水で洗うやん最近。ケツでクルクルになって。生まれはロシア、私は関西、舞台は東京、ピロシキーズです。あのな、先日のことやねんけど、なんかよく私らってさ、うん、打ち合わせっていうのをするやん。ほんでコロナ禍やから最近、うん、Zoom でな、パソコンで打ち合わせするやんか、うんうんうん、とある番組の打ち合わせやったわけよ。とある番組、そうで、それで俺は何時から打ち合わせなんて、俺もなんか参加する、俺とマネージャーの人と、あとうちの会社の人が一人と、うん、で向こうの先方の、あの何人か、そう、テレビ局の人と、うん、でなんか3時って聞いてたんやんか俺は、うんうん、で3時前とかになったらな、なんか2時半ぐらいに村瀬まだとかって LINE 来るわけ。え、なんで？いや3時やんかって思って、うん、3時、まあ5分前とかぐらいに入ったらいいんじゃない？入るやんか。でそれでな、なんか聞いたんやんか、マネージャーに。マネージャーに聞いたの？何って。なんかあの、位の低い人順から先に参加しとかんと失礼になるから、そのもう30分前とかには入っとくのがマナーやでみたいな感じで言われたわけ。え、いつ頃からのマナーなのそれって？え、もうなんかマナーらしい。だって最近、最近やん。だってそのズームとかそういうの始まったの？もう始まったのに、それ、そういうのが。もう即。ほんで、なんかな、あの聞いたら、まああとそもそも、うん、この配置、画面が並ぶ配置順、なんかみんなの、なんかあれも、え、みんなの映る映像、うん、あれもなんか並べ替え機能で、なんか上座とか下座みたいなのあんねんって、あれ、なんか。どういうこと？もうだからさ、日本は停滞するよ。あんたたちは他にもできることがいっぱいあるはずなんですよ、仕事をする中で。そう、だから逆に言うと、あの上の位の人はギリギリになるまでほんまに入らへんことがマナーやったりとかもするねんって。3時やったらもう30秒前ぐらいにポンって偉い人は入った方が他の人の迷惑にならへんから、だから上の人も気にしてんねん、それギリギリになるまで。もちろん遅れたらマナー違反よ。そんなマナー聞いたことほんまに、どういうこと？別にね、それをしましょうっていう風になってるわけでもないのに、誰が言い始めんねやろな、そういうのって。こうしなければな、あのハンコとかも知ってる？え、ハンコ知らん。ハンコも、先輩とかがポンと押してたら、先輩の横とかにハンコ押すときは、ちょっと斜めに押すのがマナーや。え、てか先輩の隣にハンコ押すこともある？いや、あるよ。こう押して、で、自分も押すみたいな。あと他の先方の会社のハンコがあったらそれに向かってちょっと斜めに押さんとあかんみたいな。どういうことなの？だから お辞儀してる風に。どう思う？俺それにすごい警戒してんねんけど。やばー、ごめん、全然知らんかった。あんたはそうやと思うわ。全然マナー気にせんといつもの。いや、ちょっと待って、飲み会とかやったら真っ先に上座に座りよるもロシアの女やから。いや、全然聞いたことなかった。上座ってどこか知ってる？いや、全然覚えへん。何、神座とかあるの？例えばさ、こうお店がありました、うん、で、あの こ, う、まあ、こういう風に並んでるやんか、うん、ほんで、まあ、ここが入り口やとします、うん、個室やとしてな、うん、神座どこ？分からへん。あんたはどこに座る？ここ。そう、そこ神座やん。そこが神座やん。なんか入り口からやっぱあのお店の店員さんとか来て物渡したりとかするやん。あ、こうみんなを見渡す的な飲み物とか。だからそれを管理するという意味でここが下座やん。だから入り口がここにあった場合は1,2,3,4と座らなあかん。じゃあうちは本能的にもそう、そこに導かれてるのね。そうや、だから自分のこと偉いと思ってんねん。勝手にちゃんとマナー守りなさいと。いや、確かに。いや、なんかまあほんまにバカらしいなと思っちゃうけど、やっぱそれすごい。あとビールとかの乾杯とかするときに。ああ、それは知ってるわ。はい、あ、じゃあ今日はよろしくお願いします。いつも集まりいただいて本当にね、あのいい会になりました。じゃあ今日もよろしくお願いします。乾杯。そう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 。で俺はな、それでそれでいつもあのもうマネージャーが絶対それやんないんですけど、でそれがな、こういつもポンって今のやったのはええけど、いくで乾杯ってなってね。あれも嫌いなメールでなんか一個送って送り忘れた時にもう一回送るねんけど、なんか冒頭でなんかサミダレ式にすみませんみたいな、サミダレに。何それ？
あの立て続けにみたいなことから何回も何回もすいませんみたいな。あとすごい怒られたのは、俺も前会社で働いてたからメールの本文をこうバーって書くねんけど、俺的にはメールってお手紙なのね。お手紙ってさ、こう本文、これが本文やったとしてさ、うん、どこに自分の名前書く、終わったらさ、あの、じゃあ今後もよろしくお願いしますって言って最後中にはアレクサンドラって書くやんか。あ、これ全部書き終わったら、そうそうやね、俺もな、ここかなと思って、うん、ここにわざわざたくさんね、空間を作って、うん、で、ここに小原ブラスって入れてたら、そう、なんかこう、こうピーってなって、ここの右側にヒュッと、うん、それも、なんか、そんな開業してる時間があったら、ちゃんと一番左側にしないといけない。で、それを思って、俺は普通の文章を手で書くときにも、こっちに書いたら、手紙はこっちやって言われてる。もうないわよ、あらね、バカ野郎。何しても赤みたいなやつやん。難しい。まあ、ただなんかまあこうやって、これはまあ日本の変なとこだよねみたいに言ってるけども、それも大事やったんかもな。そういうささやかなことで本当に人の価値観の違いでぶつかり合うから、やっぱ日本って長いことお付き合いをするっていうのが、まあ、前提としてある社会っては割とあると思うから、そこで変なまあぶつかり合いがないためにいいことかなとも取れる。まあそれ自分ではちょっとでもストレスになるのかなとは思うんだよね。え、俺だから前の会社で働いてた時はなるべくみんなと喧嘩せんように、そういうルールはなるべくね、あの、変やなと思いながらも、これいるかと思いながらも、でもなるべく守るようにしてた。でもそれで事件があったわけ。何事件があったの？あのね、事件毎日毎日これオフィスとかに働いてる人、実はあ、これあるって思ってる人おるかもしれへんねんけど、パッて床見たら、まあ、そんなゴミないやんか、うん、でも毎日毎日増えてくるゴミがあって、ティッシュのシコティ違うね、なんか端っこみたいなやつが、こう切れたような端っこみたいなやつがこうくるくるくるってなった。え、やだ、ちょっと待って、やだ、それ変なこと。こういうなんかティッシュがやだ、めっちゃ落ちてんねん、いつも床に。で、俺毎日増えてんなーって思いながらも、それ絶対さ、これやん。違うねん。違うの？違うねん。あ、違うかね。俺は毎日それが増えるから、でもそれも良くないなと思いながらも、俺の中で掃除タイムになったら、俺一人勝手に掃除タイムを設けて、で、なんか空いた袋にいつもキュッて全部これ拾い集めてたんやから。床に落ちてるやつね。床に落ちてるやつを、うん、ほんでなんかもういつもこれ相談したんや、先輩みたいな人に。いや、これいつもね、こんなんこれ落ちてて、これがどん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 増えようんやけど、これってなんでこんな状態で発生するんやろうっていうのを研究したことが、気になる気になる。え、分かったね、これ鼻じゃなかった、なんか入れるとか。でもそれが分かった時すっごい衝撃やった。衝撃？これはトイレットペーパーで、トイレで水で洗うやん、最近あのウォシュレットで、で拭くんやんか、拭いたやつが、ケツでクルクルになって、服につくねん、あれ。ちょっと。なんか、ガサツな人やったら急いでやるから、それがちょっと服について、気づいたら、オフィスの中とかでポロって落ちて、これやねん。いやー、謎がなかったねん。それが服についてるやつおったから。それ、ほんまにもう、後ろについてる。それ、事件や、マジ。だから俺はみんながケツを拭いた。男の人のってことやで、ね。いや、分からん、嬉しいことやで、女の人だってピチってなって、嬉しいことじゃない、嬉しいこと、全然嬉しいことじゃない。ごめん、なんか嬉しいこと言っちゃった。分からんけど、でも俺はもう毎日男かおっさんだか女だか知らないけど、誰かがケツを拭いたティッシュを素手で拾ってたわけよ。しかも増えてるわけでしょ、毎日。そう、増えてくるもん、毎日トイレ行く回数が増えてるわけじゃない。俺もそれが嫌すぎて、会社の周知分にあの周知をするところがあんねんけど、それについて言って、朝の朝礼でお尻を拭くことについて、全会社にそのお尻を拭くときはしっかりとあの仮装を落としてるようにしてください。周知した。しかもその周知をするときは、うちの会社ってなんかみんなの前に出てマイクで一人一人周知したいとか。あ、すごい、ね、それもうその時ばかりはいつもは朝礼せえへんのに、出てきてそのマイクで、これはさすがに他の人が説明しても説明できひんやろなっていうことで俺がさせられて、すごい俺もその、でもそれ以降このティッシュの塊みたいなものは見かけなくなったから、俺はやっぱお尻に
すっごいいいこと成し遂げたなって思ってる。マネージャー死んでるけど。いやほんま爆笑し。ほんまさ、なんか会社でさ考えるべきはさ、そのハンコの押し方とかじゃなくてさ、このこういうことなんじゃないのって俺は。確かにその身だしなりっていうか、自分のそのなんていうのマナーもやっぱ大事だな。そう。相手を怒らせないのもそうだけど、ね、まさかお尻にね、カスがついてるとか思わないもんね。あとトイレに関してはほんまに俺言いたいこといっぱいあるわ。あの男って、うん、女の人はどうか知らんねんけど、あの、まあ、個室にこもんねん最近の男って。みんなあの立ち小便器じゃなくて、うん、まあ、個室に結構やっぱ休みの時間でこもるから、結局長蛇の列になるから、俺も個室が開くのをずっとこの個室の前で、まあ、みんなが立ちションしてるチンチンをちょっと眺めたりしながら待ってるわけよ。眺めたりしながら個室の前で、うん、でも個室が開いたらよっしゃって言って急いでバーって行くから、うん、俺はバーって行くねんけど、うん、男はなんかこう自分のおしっこしたものをピッて押した瞬間にはピャッてもう行くのよ。もう要はまだ流れているその渦が俺の視界に必ず入るねん。あーでもあれ、うん、とかが入ったクズあれがもういつ押したねんっていうね。もう多分全部こう終わって拭き終わってもう全部パンツを着て全部やって、パンツ入って最後ピッて押してんじゃん。あれだな。で俺はだからそいつのしっことかを見ることになる。こっちいやだから気持ちよくね働くっていうことについてちょっと俺はね今一度考えるべきところはそういうとこだけじゃなくてね、他のところにも着目をしてやっていきましょうよと。俺はハンコをまっすぐね斜めに押さずにまっすぐ置いてしまっている人がいたとしても、そいつが綺麗にのねした後のケツをちゃんと拭いてるのであれば、綺麗な拭き方をしててそういう害を与えてないのであれば、まあ、あのいい素晴らしい人だなと思いますが、何か問題ございますでしょうか。そこのあなたもお尻にカスがついてる。いや本当これには気をつけて、これにはマジこれ明日からオフィスで働いてる人床注目してこれあるから一度確認を。以上現場からお送りいたしました。カトチノタモルデンデベレタバントアリポーソ Narcissette, why don't you know the more?